ありがとうございます。今日はめっちゃ有名な方に来ていただきました。田村のおやすさんです。はいはい、ありがとうございます。もう感激ですわ、ほんまに。またまたいつも寄ってください。また息子を連れてきます。了解です。ありがとうございます。また寄ってください。ありがとうございます。いつもすみません。ごめんなさい、これは何ていうバイクですか？アドレスの、K6 です。K6、はい。綺麗な会社やね。いや、息子に怒られたんです。あ、これで、はい、あかんよ、これめちゃめちゃええやん。息子のやから。ホワイト騎士と呼ばせてもらうわ。いや、すみません、これは何ていうバイクですか？これは、あの、カブ、スーパーカブかな。うん、90？これは 72cc。 あ、72のやつ、ええ、めっちゃおしゃれでガス多分、うん、これガソリンタンク？いや、これ入れ物、入れ物なんや。マフラーこれどこ入ってんの？いや、マフラーはちょっとわからへんけど、めっちゃかっこいいね、これ最初からついたって。フルカスタム自分でやりはったん？いやいや、最初からやったって。あ、ほんま、このダルマの、うん、これももう好きなあれやしね。もうほぼほぼ全部。ごめんなさい、エンジンを聞かせてもらってよろしいですか？エンジンを、はい、キックしてもらって。男キックですね。オッケー。ではこっちもエンジンを聞かせてください。はい、気をつけて帰ってね。はい、ありがとうございます。今日は京都を寄って、ほんとこっち来はったん？今日ただです。はい、前の青アドレスが僕もんで、で息子もこれを修理したんですよ。あ、そうなんや。はい、だいぶ早なった。でも1個、K6 の方が早いでしょ。そうなんですよ、馬力的に。はい、あれも K6 やから結構早いんでね、気をつけて。しかしこれは外装変えはったん？そうです、そうです、青の僕の K7 と一緒で、うん、はいはいはい、結構怒ったんです。こんなんにして言うて。いや、おしゃれやん、こんなツルツルないもん。元はほんまに、うん、あれやもんね。よいしょ、やっとかけられる。いや、でもこの間入ってもらったら、